でね、ちょっと私これね、書きたいんですけど、これね、ちょっと皆さんいいですか？この小山田氏は、ひどいいじめをした。だから、五輪憲章の精神に適合しないってわけですよ。だから、オリンピックの曲を作るなんてことは許されないというふうに糾弾されてしまったわけなんですけども、ちょっとこれを見てほしいんですよね。小山田圭吾か。土二つだね。あれ、ちょっと待って。小室圭の圭と一緒？そう言うと急に、ね、急にね。あれ。これ、いじめですよね。でね、ちょっと比較してみたいんですけども、こういう人いますよね。この人何しました？ジェノサイド。ですよね。ジェノサイドですよね。しかもこれ、実行犯ですよね。ということは、どっちがやばいです？近畿です。こうですよね。ここちょっとまず押さえておきましょう。ね。これまた何人か出てきますから。まずは、小山田さんね。いや、いいよ。この人をね、いじめで糾弾して排除するんだったら、どうよ、これ。あ、あと昔と現在進行形。これ25年前でしょ？もう今だからね、これ。もうね、北京でオリンピックなんかやっちゃいけないんですよ、言っときますけど。今現在、毎日やってますからこれ、もう今、現在進行形ですよ。もう25年前でしょ、これ。今ですからね、これ。小山田さんと一緒に辞めた人いましたよね。絵本作家？知ってました？あの人。有名？いや、一応有名です。一応有名なんだ。のぶみさんと。のぶみさんね。まあ、これこうなってますよね。まあ、事態ですね。まあ、事態ですよね。のぶみさん、これもいじめでしたね。いじめってか、妄想族だったとか、一応なんか、教師いじめ、教師いじめね。教師いじめです。で、ここもですね、金平と比較してほしいんですよ。この人は、ジェノサイド実行犯ですからね。しかも現在進行形ですからね。これどっちがやばいですか？ 比べ物まではないですね。こうですよね。まあ、この人、まあ、小山田さんは、まあ、自分で辞めるということになった。のぶみさんも自分で辞退することになった。まあ、これもこんなやつにね、オリンピックやらせるとは何事かと、五輪憲章を読めみたいなね、ことですからね。だったら、金平もね、まあ、もっとやばいですよって話ですね。さらに言えば、今日、小林賢太郎さん。小林賢太郎さん、この人はホロコーストを揶揄、これか。ホロコーストを揶揄した。サイモン・ヴィンゼンタールセンターから、刺されたということですよね。この人と比べてほしいんですよね。いっぱい出てきましたけど。この人は何しました？ジェノサイそうです。民族浄化。ジェノサイド実行犯ですよね。しかも現在ですよね。こ現の在人、進行形です。で、この人は解任ですよ。どっちがやばいです？金平ですよね。圧勝ですね。圧勝ですよね。圧勝です。で、ホロコースト揶揄って、まあ、これはね、まあ、
これは世界で受け入れられないです。まあまあでもこれ昔の話でしょ。そうです、ええ、本人もちょっと忘れてる、ね、本人も忘れてるレベルの話だと思うんですけどもね。でもやっぱまあこれはちょっとヨーロッパで相当のね、アメリカでもそうですよ。これはさすがにちょっといろいろ言われてしまいますよね。はい。でもはるかに超越してるんですよ、ええ、ジェノサイド実行犯ですからね。この人コントしただけですからね、小林さんコントしただけですから、この人は実際人殺しまくってますからね。はい、一応もう一人言っておきましょうか。森さん、まあ、うちの父はいいか。ローはこうか。はい、森さんは女性？女性の話が長いとかそういう話ですかね。が、点点。女性の話が長いと言った。はい。はい、この人ちょっと見てほしいんですけど。はい。この人。この人何しました？否認。そうそうそう。はい、ウイグルで強制堕胎ですよ。はい、強制堕胎、強制否認。か、はい、じゃあこの森さんは女性の話が長いと言った。で、金平はウイグルで強制堕胎、強制、否認ですよ。どっちがやばいです？こっちですよね。はいはい、わかりました、わかりました。はい、辞任、辞任で、まあ解任、こちらもまあ辞任に追い込まれました。いや、この人たちは要するに五輪憲章から外れるっていうことでボロクソ言われ、社会から袋叩きになったんですよね。分かった分かった。だったら、はい、100倍、1000倍。この人、はい、ジェノサイド実行犯。はい、ウイグルで強制堕胎ですからね。ええー。おいおい、いいんじゃないですか。もうよく覚えておきましょう。この人たち、いじめた人たち、よく覚えておきましょう。お前ら覚えとけよと。北京五輪。中止に追い込めよ、本当に、マジで。あそこまで行ったんだから、北京五輪中止に追い込め。ええ。そうじゃなかったら、狂ってるよ。バランス取れてないよ。ええ。朝日新聞と一緒だからね。ええ、覚えておきましょう。ええ、批判した人たち。頼んだ。潰してこい。ええ。ということですよ。ワイドショーとか、新聞とか、散々ボロクソ言ったよね。はい。潰し、そうそう。潰してこいよ。お前ら、本当にマジで。潰してこい。はい。しかも謝罪してないですからね。そうね。謝罪してないからね。現在進行形ですからね。わかりましたね。はい、ということでございます。まあ、うちの父は書かなくていいかしら。大丈夫です。あ、いいっすか、そこは。あ、そうですか。わかりました。というわけで、今日の話はここまでにしましょう。はい。